ましておめでとうございます。今は2024年1月1日の6時47分ですね。今やってきているのは京都ですね。京都市営地下鉄の北大路駅を降りましたと。降りて鴨川沿いを北に向かって歩いています。ピンクの雨模様です。なので初日の出はちょっと厳しいかもしれないですね。2020年から毎年上賀茂神社の方に初詣に行っているんですけども、雨が降ったのは初めてですね。来年雪が降っているので、ちょうど1月1日雪が残っているとか、ちょうど雪が積もっているとかだったりしたんですけども、雨が降っているのは初めてですね。周りの景色は若干薄暗いというところですね。例年よりも家を早く出たんですけども、今年はもしかしたら初詣参拝客が多いのではないのかなっていう心配もあって早めに出ました。ちょうど今秋山で雨が降っていたんですけど、雨が上がったような感じですね。ここだけ上がったような感じですね。周りは雨雲が残っているような感じなんですけど、この辺りだけは上賀茂神社に到着しました。大鳥居です。昨年2023年元旦の初詣の時はまだ工事をしていましたが、今は綺麗な広場になっています。1の鳥居です。新芽はまだ出社していないようでした。もう少し遅い時間になると出社してくると思いますので、その時には人参をあげるなどすることができます。二の鳥居をくぐります。竹下が綺麗ですね。古いお守りを納めてご祈祷の申し込みをします。ご祈祷の申し込み書に住所、氏名と願い事を書きます。厄除け大根や厄除けぜんざいをいただくことができるのですが、早い時間だとやっていません。はい、ということで、ご祈祷の方が終わりました。上賀茂神社でのご祈祷が終わりました。これで一応、初詣のミッションは達成という感じですね。このまま、歩いて、下賀茂神社を、例年のごとく目指していきたいなと思います。できればちょっと、いろいろ巡りたいところもあるので、京都駅、JR 京都駅付近まで歩いていけたらなと思っているんですけども、関西はちょっと天気が雨なので、回復してくれたらいいなっていうところですね。はい、ようやく天気も少し雨が上がってきたような感じで、太陽の光を見ることができました。これが本当の、初日の出になります。2024年の初日の出。
になります。まあ、なんとか天気も回復するのかなというところですね。北からは若干もうリーダーやってきてますけど、こちらの方はまあ一応青空が見えるような感じですね。日の光がとても気持ちいい、元旦の朝かなというところです。下鴨神社に到着です。毎年朝に来るので出店は準備中が多いです。きっと大晦日の夜から元旦の朝までは多くの人で賑わっているのでしょうね。下鴨神社といえば楼門の景色がとても好きです。参拝を終えて、みたらし社も参拝します。辰年の絵馬が奉納されています。下鴨神社に参拝してきました。下鴨神社もまあ朝9時前ということもあって、人はそんなに多くないかなというところですね。特に時間もなく、参拝ができました。御朱印も、特に待ち時間なくいただくことができました。天気は相変わらず雨が降ったりやんだりの、京都となっています。さてこのまま、南下して次の目的地に行こうかなと思います。歩いて約5キロ歩いてます。1時間かかるのかな、ぐらいなんですけど、まあ簡単ぐらいのんびり歩いていきたいと思います。八坂神社に到着しました。2024年は辰年ということで、友人と縁が深い八坂神社に来ました。八坂神社の本殿下には大きな水脈があり、友人が住んでいるという伝説があるそうです。いつもは人混みを避けるので八坂神社の参拝は落ち着いてから来ているのですが、やはり人が多いです。大晦日から元旦の時はかなりの参拝客だったとか。六原三辻に到着しましたが、かなりの参拝客でびっくりしました。
昨年にいただいたおみくじの四柱推命、これが個人的にかなりの的中率だったので今年も授かろうと思っていたのですが、この列を見て断念しました。本来おみくじは2月4日からのものらしいので改めて参拝したいと思います。ちなみにおみくじは郵送でも受けたまわっていただけるそうなので、興味のある方は六波羅蜜寺のサイトを見てみてください。ちなみにこの行列、三が日には1日2000本限定で弁財天吉祥初稲穂が授かれるそうです。おそらくその稲穂を授かりたいという参拝客の列だと思います。東本願寺まで来ました。こちらは参る予定ではなかったのですが、2023年大晦日の紅白歌合戦で Ado さんが歌唱した場所、能舞台の場所ということでやってきました。といっても能舞台は通常は一般公開されていないそうです。2023年の第58回今日の冬の旅という特別拝観で予約をすると能舞台も見学できるそうです。興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますのでご覧ください。元旦からたっぷり歩きました。京都は歩いて回るのも楽しい街です。2024年もチャンネルの応援よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。